チャオ、こんにちは。今日は、カレッティエッラ、カレッティエッラっていうね、パスタ作ります。これは、よくあるチェーン店のレストランなんかで出てます、ニンニクたっぷりのトマトソースパスタですね。フィレンツェの馬車の業者が寒い時に食べたというんで、その業者の名前を取ってカレッティエッラっていう名前だそうです。材料はこちらです。どん。まずこれトマトピューレです。それから玉ねぎと、あとニンニク、ニンニクと唐辛子と、最後ね、トッピングはイタリアンパセリじゃなくて、これ普通のパセリのみじん切りです。ニンニクと唐辛子のフライパンにオリーブオイルを入れて添加、はい、お塩入れます。 1.5% ですね。ニンニクだいぶ焦げてきたので玉ねぎ入れちゃいますね。玉ねぎから甘みがいっぱい出ますので、弱火でゆっくり。トマトピューレ入ります。やば、結構跳ねるので、よいしょ、はい、ちょっと弱火にしながら混ぜ合わせます。だいたい1分弱ぐらい混ぜる。いい感じ。こういう感じですね。このトロッとした感じ分かりますかね。今日はペコリーノロマーノチーズをかけます。辛いのとチーズのこの混ざった感じがなかなか美味しいんですよね。で、最後にイタリアンパセリじゃないや、パセリのみじん切りもかけますね。なのかな。スパークリングワインいきます。今日ね、暑いんですよね。バッチリですね。いただきます。カレッティエッラ、言いにくいよね、カレッティエッラ。さてどうでしょうか。思ったほど辛くない。イタリアの唐辛子だともっとピリッと辛いけど、まあマイルドな辛さですね、これ。うまい。
美味しくいただきました。うん、ごちそうさまでした。わざタバスコ入れてみました。なかなか良かったですよ。では今日はこんなところで、終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ、チャオ。